こんばんは、スワローズ大好き男です。試練大解放されてますね。まあなんでこうしてね、試練アイテムを集めてるわけなんですけれども、視聴者さん、試練アイテムってどのぐらいストックしてます？自分特に深い意味はないんですけど、まあ使いたい時にないの嫌だなーって感じで、100ちょっとぐらい貯めてるようにしてるんですよ。まあ自分自身こうしてますよとか、こういうやり方いいですよっていうのがあればね、ぜひコメントいただけたらなと思います。で、話をリアルスワローズの方に持っていきますと、打線が活気づいてきましたね。村上選手も当たりが出てきましたし、ね、オスナ選手、サンタナ選手は相変わらずの、まあ、好調ぶりと、ね、この前なんか浜田選手は2本ホームラン打つし、長岡選手サヨナラホームラン打つしで、ね、これからね、またこうシーズン、まあ、ペナントレースをね、盛り上げていってくれるんじゃないかなと、いう風にかなり期待しております。スワホー、ご視聴ありがとうございました。